神です。本日をもちまして、緊急事態宣言の方を解除することに決定いたしました。いいよっ。府知事とかね、都知事は、まだね、続けようと、延長とかね、言ってますけど、今日をもちまして、緊急事態宣言を私の方から、解除することを皆様にお伝えしようかなと思います。これ理由がありまして、あのね、意味ね、もうマジで、もう本当に、意味ないんですよ。結局お願いばっかじゃみんな聞いてくれない。じゃあもうやる意味ないじゃん、もう。ねえ。やる意味ねえんだよ。おい。まあ、ちょっとこの間あった話をちょっと皆様にしたいと思うんですけど、まあ、無印良品に、土曜日に行こうとね、してました。で、行ったんすけど、空いてませんでした。なぜか。もうみんなのお分かりですよね。緊急事態宣言で、お店が開いてないと。まあ、スーパーとかね、食料品売っとるね、ところはまあ開いてるんですけど、まあそれは分かるわ。100歩譲ってな。生活必需品を置いてるという。分かんねんけどさ、パチ屋とかも開いてるやん。なあ。パチ屋とかさ、なんなんあれ。意味ないやん、じゃあもうそれ。いる?パチ屋開ける必要あんのあれ。で、なんで無印が開いてないの俺、それ、もう予定立ててたよ、俺もう。行くって予定立ててて、で、行ったら閉まってんのよ。まあ、そんな気してたけど、閉まってるかなって、ワンチャンこれ閉まってるんじゃないかなって思ってたけど、閉まってるやん、実際行ったところ。で、意味ないやん、もうこんな。何回これやらすん、マジで。うん。俺が行く日は開けとけよ。神なんだから。もうそれをできないのであればちょっともう解除した方がいいわ。うん。で、実際さ、もうこれもうマジでこんな言うともう政治批判とかしたくないんだけどさ、実際みんなはコロナって収まると思ってる。もう収まらんやろ、あんなもんは。インフルエンザとかと一緒で、もう周りにあるものとして、自分たちでね、認知しながら生きていかないとダメっていう病気やと思うね、あれってもう。そういうレベルなもんやと思うね、変異種とかも出てきてるし。で、結局そんな中途半端に一週間だけ緊急事態宣言出します。で、やっぱ延長しますって。でもう、これ、何回やんのこれ、去年もやったよね。ねえ。結局さ、自粛してる人が損をするっていう。正直者がバカを見るっていうね。なってんの、そういう仕組み、社会の仕組みになってんの。で、トップの人間は、政治のね、国会議員とか、会食行ってるんでしょ?おい。許せへんわ、マジで。うん。ふざけんなと。これからまたちょっと暑くなってきますけど、これ以上フェスとか、ロックフェスとかも中止になってるよ。うん、音楽のフェスとかさ、イベントとか中止すんのであれば、ねえ、オリンピックもちょっとやる必要ない。別に俺反対じゃないねん。やったらええと思うね、別にやりたいんやったら。俺関係ないし、東京のこと俺別に関西圏やから住んでんの。東京のことどうでもいいからさ、やったらええと思うね、別にやりたいやったら。やんねやったら、じゃあそのイベントこととかもう中止せんとってよ。盛り下がんねん。バイブスを上げていこうぜってな、こうやってま、ビヨーンつって。90度。